今回は高級ナイフをご紹介します。ウィリアム・ヘンリーの、これ安いやつなんですけど B30 のサターンというナイフです。で、高級ナイフらしく、こういう豪華な箱に入ってます。ただちょっとこれ保管状態が悪くて少しかびてしまってます。開けてみます。これもですね、特に力加えてるわけじゃないんですけど、剥がれてしまいました。で、紙の箱の中にこのような、木の箱が入ってます。これ立派な箱に見えますが、ちょっとここひび入ってますね。これ買った時からです。ですので、まあ箱は安物ですね。で、ここボタンを押すと開きます。これがナイフですね。この下にも何かあるようです。はい、こんなのが入ってました。はい、こちらがナイフ本体です。これ高級ナイフで、価格が、これおおよそですけど、4万から5万します。4万5千ぐらいだと思います。で、普通の一般的なナイフと何が違うのか、ちょっと見てみます。まずは先ほどのように、箱ですね。立派な箱がついていると。それからここです。サムスタッドのところについているこの青いのが、サファイアです。そしてハンドルは、チタニウムです。エアロスペースグレードチタニウムってなってます。あとはこのブレード。ブレードが高級鋼材。ZDP189 です。ちょっと開いてみます。ちょっとここにうっすらラインが見えるのわかるでしょうか。この真ん中の芯材が ZDP189 です。まあ、外人は GDP189 と言ってますね。で、ロックは、ですね、ロックがボタンロックです。ここにボタンがあります。で、今、ブレードオープン状態ですけど、閉じるときはこのボタンを押して、ブレードを畳みます。ブレードオープンは、サムスタッドですね。このように、ブレードにはウィリアム・ヘンリーのロゴが入ってます。で、ハンドルのこれはブルーアノダイズドってなってます。さすがに
作りはいいです。クリップも、このブルーのものがついてます。サムスタットはデュアルじゃないです。シングルサムスタットです。かなりポイントは鋭利です。で、寸法がちょっとちっちゃめです。ちっちゃめでチタンなんで軽いです。握った感じが、これぐらいです。で、全長が17センチ、まあ8ミリぐらいで、ブレードの長さが、8センチ3ミリです。ちょっと切れ味を見てみます。これ普通のコピー用紙です。高級ナイフの割にはそれほど切れ味は良くありませんでした。はい、これ、4、5万しますけど、4、5万で買うかと言われると、もちろん観賞用にはいいと思うんですが、実用上はちょっとなかなか使いにくいですね。まずあのサムスタットがシングルです。で、左利きの人は使いにくい。デュアルサムスタットにしてほしいです。しかもこのサムスタットにサファイアが入ってますけど、サファイアがインレイされてますが、これですね、前ボーカーの同じようなサムスタットにインレイされてるやつ買った時あるんですが、接着剤でついてるだけなんで取れちゃいました。で、これ親指でオープンするたび、ここをですね、力をかけてオープンして、で、さらにあの物を切るとここに、切ったものが引っかかる。いずれこれ取れると思うんですよね。で、さらにボタンロック、ボタンを押したからといってブレードが、これ今強く押してるんですけど、下がるわけではありません。押して、ちょっとブレードをこう押さなければなりません。で、シングルサムスタットで、このオープンもかなり、硬いです。かなり力を入れても、開きにくいですね。さっき開いたんですが、かなり硬いです。ですので、これが、4万5千円の価値があるか、ということなんですが、ちょっとこれは個人によって見解違います。で、私はこれを実用で使いたいとは思いません。もう鑑賞用ですね。それからパッケージですが、これも経年劣化で、こういうところにもうボロボロ、これわかりますかね？もう黒いカスが出てます。もう箱がボロボロになってきます。まあ、ちょっと湿気が多い、あったかいところに置いたからかもしれませんけど、加水分解ですかね、もうこの辺が、劣化して、ボロボロになってます。こういう形で高級ナイフとしてのこの箱は良くないです。ここもヒンジのところが買った当初からひび割れてますし、中の箱もこの辺がボロボロで、外箱のも、外箱もあの紙でできてるんで、カビだらけになります。きっちり
保管する必要がありますね。湿気が少ないところで。これもそんな保管状況悪かったとは思わないんですけど、きっちりビニール袋に、くるんで、さらに箱に入れてですね、しまってたんですが、まあ、結構年数経ってるっていうこともあって、こんな状況になってます。以上、本日は、ウィリアム・ヘンリーのサターンをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。